それでは時間になりましたので、イベントを始めていきたいと思います。皆さん、本日は名古屋港水族館にお越しくださいまして、どうもありがとうございます。これからベルーガの不思議な魚の食べ方、始めていきたいと思います。その前に、まず皆さん、ベルーガ、シロイルカっていう生き物はもともと知っていたよという方、どれぐらいいらっしゃいますか？あ、ちらほらと手を挙げていただいてますが、ちょっとまばらな、ありがとうございます、感じがしますね。それもそのはずです。このベルーガっていう生き物はですね、日本では4つの水族館でしか見られない大変貴重な生き物なんですね。じゃあまずはベルーガってどんな生態を持っているのかというお話をしたいと思います。まずベルーガは別名シロイルカとも呼ばれていまして、ご覧の通り体の色が白いことが特徴です。しかし生まれてくるときは濃い灰色をしているんですね。10年以上かけて徐々に白くなってきます。それとベルーガはこのようにずんぐりした体型をしているんですけれども、時折太っているなんて言われることもあるんですが、ベルーガは北極周辺の冷たい海で暮らしているんです。体温を守るために体の外側には分厚い脂肪がついているんですね。なのでこのような体型をしています。あとは背中に三角形の背びれがないことも大きな特徴です。これによって氷で覆われた海もスイスイぶつからずに泳げるのではないかというふうに考えられています。そしてここ名古屋港水族館では現在6頭のベルーガを飼育しています。今日はそのうちの2頭のベルーガにイベントに参加してもらいます。順番にベルーガを呼んで紹介をしていきますので、それでは少々お待ちください。まずはグレイを呼びたいと思います。はい、グレイが上から来てくれました。はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。それでは左手のお客様のところにも行きたいと思います。はい、くる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 。はい、グレイです。よろしくお願いします。じゃあグレイ戻ります。次はですね、同じくメスのターニャというベルーガを呼びたいと思います。はい、ターニャー。はい、見つけてきてくれましたね。はい、ターニャ、じゃあ皆さんにご挨拶です。こんにちは。はい、じゃあこちら、今度は真ん中の方で今日のポイントですね、ちょっと見ていただきたいと思います。口にご注目ください。はい、そして口元が大変柔らかいんです。この柔らかい口をですね、使ってイベントを行っていきますので覚えておいてくださいね。タニ、ありがとう。ということでですね、タニャ、見せてくれたようにベルーガ口元がとっても柔らかいんで、今日行う種目ですね、それを活用したものになっています。ではまた、ベルーガの特徴についてちょっとお話戻っていきたいと思います。ベルーガたちですね、野生では実に様々なものを食べていることが知られています。エビやカニ、そしてイカやタコ、魚ももちろん食べていますね。などいろいろな生き物を食べていまして、50種類から100種類もの生き物を食べているというふうに言われています。そしてここ名古屋港水族館ではこんな餌をあげています。まずこれ分かりますか？青くて平べったい魚ですね。卵が数の子なんて呼ばれたりもしてますけど、そうですね、ニシンです。まずニシンを与えています。あとはこの茶色っぽい魚、何か分かりますか？開きだとよく分かるかもしれませんが、北の魚です。ホッケですね。
ホッケです。それと同じく北の魚でちょっと馴染みがこの辺では薄い魚かと思うんですが、この銀色の魚はキュウリウオという魚です。シシャモなんかにちょっと近い生き物なんですけど、新鮮なものは嗅いでみると野菜のキュウリみたいな匂いがすると言われています。さあ、そしてここで重要になってくる餌、こちらですね。細長い魚、この東海地方の方ではグギニといって、煮て食べられるようなこともあるんですけど、これイカナゴという魚ですね。このイカナゴは別名、英語ではサンドイールというふうに呼ばれて、直訳すると砂のウナギというふうに呼ばれることもあります。このイカナゴですね、野生のベルガも食べていることが知られていまして、ちょっとこちらのパネル見てください。砂の中にイカナゴがいますね。ベルガたち覗いていますが、この砂に潜ったイカナゴを一体どのように食べているのかというところを今日は水槽の中で再現してみたいと思います。こんな実験装置を使います。プールの上から透明な筒が置いてきます。そしてこの上の方にある透明の筒の中には餌のイカナゴがたくさん入っています。これを砂の中に潜ったイカナゴに見立てて、ベルーガがどのようにこの魚を食べるのか皆さんに見ていただきたいと思います。じゃあターニャがチャレンジします。ご覧ください。はい、ターニャ、餌のイカナゴを見つけてどのように食べるか。はい、イカナゴが舞い上がってきましたね。そして口元に来たイカナゴを食べています。さあ、どうやって食べているのか分かりますか。お魚ね、吸ってるっていう声が聞こえてきていますけど、吸う前に巻き上げるために何かしてますね。はい、これですね、水を吹いているんですね。水を吹いたり吸ったりしてイカナゴを食べているんです。舞い上がったイカナゴを吸い込んで食べるね。実際野生では砂に勢いよくこのように水を吹きかけて砂ごと舞い上げます。そして驚いたイカナゴなどの餌の生き物が飛び出してきたところを吸い込んで食べるというふうに言われているんですね。これはそんな野生の一面を再現したものになっています。はい、ターニャ、たくさん食べてトレーナーの上のトレーナーの元へ戻っていきました。というような形で、ベルーガの餌の食べ方を見ていただきました。なぜこんな食べ方ができるのかというと、さっきターニャが見せてくれたようにですね、口元がとっても柔らかいからなんですね。口元が柔らかいので、私たち人間のように口をすぼめて吸ったり吐いたりということができるんです。なんと一度にですね、2リットルから3リットルくらいの水が出てるそうですね。はい、それではそんな柔らかい口元を使って今日は応用編の特技を見ていただきたいと思います。はい、それではグレイがチャレンジします。はい、グレイ来てください。はい、グレイが右手からやってきました。はい、グレイ来てくれましたね。それでは皆さん、まず水面からちょっとグレイ種目を行いますのでご覧ください。いくよ、ふい、はい、グレイの口元をご注目ください。はい、どうでしょう。ちょっと崩れちゃいましたが、今空気の輪っかができていましたね。バブルリンクです。じゃあこちら左手のお客さんの前でも行います。はい、はい、ご覧くださいね。はい、リングを作ってくれました。今回は綺麗ですね。そしてこんなリングもできます。はい、はい、正面で作ることもできますね。じゃあこちらまた右手のお客様の前で行います。いくよ、はい、はい、綺麗なバブルリング作ってくれました。じゃあグレイ戻ります。
これもですね、柔らかい口元を使って空気に水を吹きつけてリングにしているんですね。さあ次はターニャに来てもらって別のリングを見ていただきたいと思います。はい、ターニャ来てください。はい、奥から来てくれますね。はい、じゃあ今度はですね、頭の上の鼻から空気のリングを作ります。はい、あ、ちょっと崩れちゃいましたね。はい、はい、とっても綺麗なリングができました。天使の輪っかのようなのでエンジェルリングと呼んでいます。じゃあこちらでも行いますね。はい、ちょっと一度呼吸に向かいましたが、はい、しっかり来てくれましたね。いきますよ。はい、はい、はい、持っていきましょう。はい、はい、ということでエンジェルリングですね、作ってくれました。はい、ターニャありがとう、戻ります。というような特技も持っているんです。それではまもなくイベントが終了になりますので、ベルガたちからお別れのご挨拶です。今日はあまり得意ではないんですけど、2頭揃ってのご挨拶にしたいと思います。はい、ターニャが来ていますね。右手からはグレイが来ます。はい、ちょっと微妙に距離が空いてますね。はい、すごい離れてますね。なんかちょっと、はい、仲があまりよろしくないみたいですね、なんか。はい、じゃあですね、これで終わります。皆さんありがとうございました。はい、バイバーイ。バイバーイ。はい、ちょっとですね、なかなかうまくサインが入らないですが、これでイベント終了になります。ありがとうございました。はい、じゃあ戻ります。無事うなずいてくれました。はい、でバイバイは入らなかったですけども、最後ベルグたちからご挨拶しっかりとですね、皆さんに言われました。じゃあ今日はですね、この後6時からイルカのナイトパフォーマンスがスタジアムにて行われますので、ぜひともご覧ください。それでは最後までごゆっくりとお楽しみください。ありがとうございました。
かわいい。本当真っ白。